花ちゃん、どうやら今日も集金はできそうにない。ただいま回線が混み合っており電話が繋がり歩けそう。体の具合は？寒いです、すごく。医者がいるな。江本先生を呼んでくる。でも どうするんです？2階にさ、ニューセレナってクラブあるでしょ？はい。そこに隠れよう。花ちゃん、少し痩せたんじゃない？おととい、1キロ痩せました。やっぱりね。昨日、2キロ増えましたけど。あ、そう。セレナさん。そうなんだよね。でも助かった。礼は今度言うとして、ちょっとだけ邪魔させてもらおう。すぐに戻るよ。江本先生を連れてくる。すみません、気をつけてくださいね。分かってる。終わったら今日こそ集金に行くよ。
誰も答えやしねえ。おっと、俺たちは隔離されたんだ。見捨てられたんだよ。あんたのことを知ってるぜ。スカイファイナンスの秋山社長だ。こっちはあんたを知らない。長浜ってケチな極道だ。しかしなんだ、最近の金貸しは弾きまで持ってんのか。ゆうべあんたの御道行のを拾ったんだ。ならそいつは俺によこすのが筋ってもんだ。本気で言ってんじゃないよな。その代わり抜け道へ案内してやる。俺があんたをここから脱出させてやるよ。申し出は、そこよく知って、だろう。
ちょっと。お？あ、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 あ